さあ今度はどこだっけどうもシュネコです。今回もフリーゲームデトロ自販機クエストやっていこうかなと思います。パート7ってことですね。前回はですね、確かトッティスの4人いてる中のね1人をね助けてきましたで今度は群馬か埼玉かどっちかにね向かわないといけないので、そっちでね向かっていこうかなと思います。あ、誰？あー、袴田さん袴田さんだ。サブちゃん、やっぱり欠点太郎にいたのね。あ、噛みましたね鉄拳太郎噛んでないよ。さ、サブちゃんだと、まあいいか。で、オートパーラー、トラックにいた、袴田じゃねえか。ナムロの敵行き？敵行き？にでも来たってのか？なるほどね。サブちゃんが、ナムロちゃんを倒したって噂は本当だったのね。トティスの間でもその噂で、持ちきりよ。ナムロちゃんを倒、あ、ナムロって、そう、ナムロさんっていう人でしたね。ちょっとね、前回撮ってから、ちょっと時間空いてるんだよね。もう、ちょっと記憶が半分ぐらい抜けちゃってるけどね。まあ、取り戻していきます。ナムロちゃんを倒しちゃう人なんて、私じゃとても買わないし、そもそも敵対する気持ち、待って、敵対する気はもうないわ。今回もね、買いまくります。すいません。だってね、あなたと私も、うどん、そばを食べてみたのよ。そしたら、何？そしたら何？ああ、あの味、あの感覚、今、思い出すだけでも、天国に登るような気持ちだわ。あんなに素晴らしいものを、ぐたぐたじゃない、買ったんじゃない、まあ、なくそうとしてるって感じかな。なんちゃらこんちゃらしよう。なんちゃらこんちゃら読みますね。なんちゃらこんちゃらしようとしてたなんて、トティスは一体何を考えてるのかしら、ブブン。なので、私は自分が信じる道を探してみるわ。おかんは勘だよ。おかまは自分が信じるものしか信じないのよ。というわけで、私も陰ながらサブちゃんに協力してあげるわ。レトロフードの魅力が分からないって、お前もなかなか見どころがあるじゃねえか。協力に感謝するぜ。それで、これからサブちゃんは、ここら北の、あ、群馬か。群馬ですね。待って、埼玉じゃなかった。群馬でしたね。に向かって、トティスに占領されたオートパーラーを解放する旅に出るんでしょ？群馬は、今やトティスの支配圏。外を移動してるだけで、トティスと戦闘になるわ。え？待って、外歩いてるだけでも。怖いよ。それに、群馬はとても広大なの。遠くに行けば行くほどに強い敵が出てくるかもしれないわね。だから、敵と戦ってレベルアップしながら、できるだけ近場のオートパーラーから解放していくのがいいと思うわ。アドバイスですね。ありがとう、袴田さん。それから、これも持って行ってちょうだい。きっと役に立つはずよ。なんだ？お！埼玉東部エリアと群馬3エリアの地図が追加された。あれ待って、群馬3エリアって、どういうことだろう。群馬県の3つ目のエリアなんか、それとも、まあ、関係ないか。アイテム、大事なものの関東の地図を見ることができるわ。今はまだ行けない場所があっても、いずれ行けるようになるはずよ。そうか、王に切るぜ。それじゃあ、行くとするか。ええ、ね、気をつけてね。敵にやられたらそこで終わりだから、そこで終わり？ああ、ゲームオーバーになるってことかな。回復アイテムを多めに用意したり、こまめなセーブを忘れないでね。ありがとう、袴田さん。ありがとう。ああ、動けました。動けましたよ。じゃあ、一旦セーブしましょう。アイテム、それは見てないんですよね、関東の地図。あ、どの、そういうことか。埼玉には、今までの場所やね。あ、なにこれ、観光スポットとかあったんだね。川口が最初の場所で、神代に、クリアして、忠福クリアして、太郎、鉄拳太郎もクリアしたよと。お、何？あ、まだあるの？どこ？これ、どこの地図？どこの地図？
どこだ？ん？待って、オートパーラー潰れてない。オートパーラーと、オートパーラー？オートパーラー？オートパーラー。潰れとったよ。群馬3エリアは？おー、こんな感じと。まあいろいろありますね。うん。まあ順番に回っていこう。じゃあ、まずは、あと、オートパーラー跡地があるよ、ここにも。オートパーラー。てか、最初どこかがわかるな、これ。ん？なんか、わかった。群馬3エリアって、なんか3つのエリアがあるってことだね。だから、埼玉の2エリア、群馬の3エリアってことか。ようやくわかったよ。よし。では、じゃあもう、とりあえず、上、北方面、向かおうかなと思います。なので、ここから上ですね、とりあえず。群馬エリア。さらに、上に、オレンジハット、沖の号店かな。で、右側に、コインスナックエンジョイ24。左側に、ピットイン77。娯楽店じゃない。ちょっと読めない、ヘビ楽天じゃない。ちょっと読めない店舗の跡地。潰れてるじゃん。潰れて、ああ、入っちゃった、群馬に。何？お、一方、その頃。何？どこ？ここはどこだい？トッティス。本社。本社だよ、本社。どこやるんだろうね、本社。おお、トッティス。本社。社長室。俺、偉い人がいるんだね。あ、この人偉い人かい？ナムロが、破れと聞いたが、その話は本当かね？わあ、どうも、ビカさん。トッティス、社長、千と当たる。おお、この人が社長さんだね。うん、本当だよ。ナムロはまだ挑戦中だったと言われても、まさか普通の人間やれなんて思いもしなかったよ。びっくりだな。おお、生物工学部部長本郷まさ。買いました。すいません、まさしさん、ごめんなさい。まさしさん、まさし、まさ聞いたね。まあ、ナムロは我々妖怪部の中でも最弱の男。所詮実践部といっても大阪にみたいなもんですからな。ぐはははは、怖いな。え、待って、下級部、高級部、待って、気球部、読めない部。部長、右表泰山。お、強そうだね。とはいえ、このまま捨てておくのは危険かと思われます。いかがいたしましょう、社長班。ご指名いただければ、わてがどうにでもいたしませ。なお、構成新部でいいんかな？読めないな。読み方間違ったとやすみません。部長、日の飲め日の、噛みますね。絶対噛むよ。自分噛むよ。急いで読んだら噛むよ。そのような男など、いつでも対処できる。今は捨てといて構わんよ。そんなことよりも、レジスタンスのことですな。個人が適当に突っ張ってる分には構わねえが、我らトッティスに組織だって反抗するのはさすがにいただけねえと。誰だ？さよう。フランリー、あの組織には存在してはならぬ者がいる。わかるな？ビリを持てよ。皆まで語らずとも結構。レジスタンスの件、このビリを持てにお任せよ。大人の対応ってのを見せてやりますよ。ガハハハハハ。そして、シナノメよ。お前にはナボの件任せよ。彼はトレンディ研究の完成に欠かせぬ男だ。いや、彼らと言うべきか。どういうことですか？その件についてはお任せあれ。構成新聞の意見にかけて、社長班のこちらに答えてみせますね。キャリ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 。あのね、僕はね、
ナムロを倒したって男にすごく興味があるんだ。やばいよやばいよ、嫌な予感がするよ。もし本当の、もし本当に強い力を持っているなら僕のお友達にできるかもしれないしさ。だからお願いだよ。怖いよ、なんでお友達がカタカナなんかな、怖いよ。いいだろう、ナムロを倒したという男の生殖を許そう。目の生殖を許そう。だがあくまでもトッピスに牙を抜くようであれば。この時は残念だけど消しちゃえばいいんじゃない。消しちゃえばいいんじゃない。大丈夫、下手は打たないからさ。消すの、やめてやめて、サブさん頑張ってんだよ。うむ、ではかではではカクカク、待って、カクチではカクカクトッピスの幹部としての恥じる結果を期待しているぞ。すべてはトレンディのために、すべてはトレンディのために。やばいよサブさん、大丈夫。デトロディハンティア、それを扱う店のこの世界にとって害悪でしかない。一刻も早く排除してくれる。社長さん怖いよ、社長さん怖いよ。群馬に入ってきて入りましたね。なんだか今昔の漫画やゲームなんかでよくあるイベントが起こった気がするが、まあ気のせいだろう。気のせいじゃないんだサブさん。社長さんが現れたんだよ社長さん。目指すは群馬県のオートパラの解放だ。よし急ぐぜ。さあ群馬県突入ですね。群馬にやってきたよってことで、ではですね、今回のパート、なんか、まあ、次がいいかなってことでね、まあ、先ほど話も聞いたしね、いいかなってことで、ここまでにさせていただこうかなと思います。次回のパート以降から、群馬県のね、オートパーラーを開放していこうかなと思います。ということで、もし、この動画、少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、ではまた、次回の動画でお会いしましょう。ってことで、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。